美術で日本を研究する修華堂田中です。はい、ムニアートアワードというのが始まります。これ僕の写真ですね。この雑誌に載ってる僕の写真、これね、ちょっとね、初版の事情でね、撮り直したんですよ。ちょっと顔がね、ちょっとね、すいません、フォトショップ入れてほしかったですね、私の顔。まあ、私の顔なんかどうでもいいんですけど、なんかやっぱ見ると気になっちゃいますよね。それで、これ、今度、この間、この動画では紹介したっけ？紹介したかどうか忘れたんですけど、今度実は、コンテストやるんですよ。要はですね、来年に募集始めて7月ぐらいにもう最終選考を行って1人選んでですね、1人なんと100万円で作品買い上げるというそういう企画です。ホームページはだいたい9割ぐらいできました。まあちょっと見ていただいていいんですけど、応募募集はですね、募集期間は来年になるので、まだまあ、申し込みフォームありますけど、まだ、応募しないでください。来年で募集期間始まってから、募集期間が来年の2月25日からですから、それからちょっと応募するという形を取っていただければと思います。募集要項はホームページとこの雑誌等に、書いておきましたので、ぜひご覧になってください。まあ、これ趣旨としてはですね、まあ大変壮大な趣旨があるわけですけども、それはじゃあ次の動画でお話しましょう。